これって、そんなの、そんなの。どうしたの？リドルには、なんて？近い将来、フェルスガラクセンが倒壊し、アーケリスに甚大な被害を及ぼすって。本当？そんなこと。十分あり得るわ。フェルスガラクセンは、私のせいで満足なメンテナンスを受けていない状態。最深部にある制御装置の劣化が進んでいるなら、ガラクセン全体が倒壊することは考えられうる。そんな、スティアちゃん、なんとかならないの？そうね。まずは内部の状況を確認してみないことには。ってことは、私の出番だね。いろいろあって、ずいぶん待たせちゃったけど。スティアのことを、今度こそ、フェルスガラクセンの奥まで連れて行ってみせるよ。ルルア。そうとなったら、大急ぎでリドルの解読を済ませないと。スティアのためにも、アーキュリスのためにも、あとちょっと、気合い入れて頑張ろう。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？ルルアちゃん、いいかしら？おい、師匠どうしました？何も言わずに、私と勝負してちょうだい。内容は、そうね、この道具をどちらがよりうまく作れるか。師匠、勝負だなんてそんな。いや、わかりました。師匠がそう言うなら受けて立ちます。ありがとう、ルルワちゃん。それじゃあ道具ができたら持ってきてね。いい？真剣勝負だからね。本気で来るのよ。はい。師匠、勝負の道具作ってきました。うん、ありがとう。じゃあ見せてもらうわね。うん、驚いたわ。まさかここまでのものを作ってくるだなんて。これは乾杯ね。あなたの勝ちよ、ルルアちゃん。本当ですか？やった！師匠に勝った！本当に成長したわね、ルルアちゃん。あの師匠、どうしていきなり勝負なんて？単純な話よ。ルルアちゃんの成長を見たかったの。私の成長を？ええ、ルルアちゃんの腕前は急激に上がってる。とてつもないペースで、ね。正直、ルルアちゃんの実力って私ともう大差ないのよ。だからこそ、ね、直接ルルアちゃんの実力を確かめたかったってわけ。
そうだったんですか。でも私が成長できたのは師匠のおかげですよ。師匠が錬金術を教えてくれたから私はここまで来られたんです。だから師匠、これからもいろいろ教えてくださいね。ルルアちゃん、やれやれ。本人がそう言うなら仕方ないわね。多分もうすぐ完全に抜かれてしまうけど、それでも教えられることは全部教えてあげる。それが師匠ってものだもの。ルルアちゃん、こちらこそよろしくね。はい。ルルア、お邪魔するよ。ベノン先生、どうしたのって、エーファのことだよね。ああ、最近エーファの元気がないからきっと何かあったんだろうと思ってね。はい、実は。なるほど、そういうことだったのか。ブラウグラース家のことは知っていたよ。けどそんなことはどうでもいい。今大事なのは私たちの家族がエーファが傷ついているということだ。先生、うん、そうだよね。ああ、傷ついた子がいたら家族として元気づけてあげないとね。そしてそれに一番適しているのは、子供の頃からエーファと一緒に過ごしたルルア、君だ。うん、私もそう思ってた。任せてよ、ベノン先生。絶対にエーファのこと元気にしてみせるからさ。ああ、ルルアに任せておけば心配はいらないね。私は帰るとしよう。ルルは頼んだよ。よし、エーファは私の幼馴染で親友で、そしてかけがえのない家族だから私が支えてあげないと。とは言ったものの、何がいいかな。そうだ、育児院といえばあれしかないよね。よし、リドルに考えをまとめてっと。エーファのために頑張っちゃうぞ。よし、できた。エーファを元気づけるもの、私の思いと全ての技術を注ぎ込んだ私史上最高のカレー、その名もルルルカレー。うん、ルーとかけたネーミングも最高。このカレーを食べればエーファもすぐに元気になっちゃうはず。よし、早速たくさん作って育児院に持っていこう。さーてと、解読完了。
り方が分かった。フェルスガラクセンの奥に行くための道具。のんびりはしてられないよね。いつフェルスガラクセンが崩れちゃうか分からないし。よし、今の私にならバッチリ作れるはず。スティアのためにもパパッと調合しちゃおう。何を作ろうかな。レベルアップ。よし、完成。ちょっと見てみてよ、スティア。まあ、これパーソナルキーじゃない。まさか錬金術でこれを作り出すなんてすごいわ、ルルア。これがあればフェルスガラクセンの奥にだって行けるはず。本当にありがとう。やった、頑張った甲斐があったよ。じゃあ、今すぐフェルスガラクセンの奥へ向かう。そうだね。何か対策をしようにも、まずは状況がわからないことには。ええ、みんな行きましょう。多分もうあまり猶予はないはずだから。うん。先生、私はね、二人とも昔冒険者として各地を旅していたんだ。黒金のベノン、黒い鎧をまとった英雄なんて呼ばれたこともあった。でもあの頃の私には特に目標と呼べるものがなくてね。来る日も来る日も依頼をこなす日々。戦って戦って戦い続けて、もちろんみんなから感謝されるのは嬉しかった。でもどこか虚しさも感じていたんだよ。自分の手元にあるのは剣と依頼をこなして得たお金だけ。これから先ずっとこうして生きていくのか、私は常に自問自答を続けていたんだ。そんなある日だよ、このアーキュリスで小さな育児院を見つけたんだ。まあそれがこの育児院の前身なわけだけど、たくさんの子供たちが楽しそうに暮らしていた。その光景を見て、どうしてだろうね、私もあの輪の中に混じりたいってそう思ったんだ。それで鎧を脱いでありったけのお金を使ってこの育児院を建てたというわけさ。そうだったんですね。ちなみに鎧を隠していたのは子供たちから怖がられるかなって思ったからなんだ。まあもうそれも意味がなくなってしまったけどね。え、なんだい、どうして笑うんだい。いや、ねえ、なんていうか先生らしいなって思って。うん、先生らしい、真面目で実直でとっても優しい素敵な生き方。ルルはエーファ
こういう時でもないと言えないから私たちの気持ちを伝えておきますね。先生、私たちを育ててくれて、私たちをいつも見守ってくれてありがとうございます。二人とも私はなんていい子たちにあ、泣かないでよ先生。そうですよ、後から見たら私たちがいじめてるみたい。言わないでよ。もう。そうだよ。私たちのことからかったらおやつ抜き。うわあ、二人が怒った。逃げろ。ルー。おやつ抜きはたまらん。解散だ。最初は半分思いつきみたいなものだったけど、今はこんなにもたくさんの大切な家族ができた。私の選んだ道は間違いじゃなかったんだな。よかったよかった。さあ、これからも頑張るとするか。いつまでも応援してるからね先生。今持ってくるよ。ルルアがたくさん作ってくれたから、たーんとお食べ。わーい。あの、ルルアちゃん。エーファ、何も気にしなくていいんだよ。え？生まれがどうでも、将来どうなったとしても、私たちはずっと家族だから。さあ、一緒にカレーを食べようよ。エーファのために心を込めて作ったんだから。とっても美味しい。とっても先生、私もおかわりもらっていいですか？ああ、もちろんだと。あ、じゃあ私も先生お願いします。ああ、わかってると思う。さあ、まだまだ残ってるから、みんな
どんどん食べるんだよ。はい。いつ何のために？じゃじゃーん！燃料燃料、消火しないように気をつけないと。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。ここでパーソナルキーを使えばいいんだよね。ええ、そうよ。ルルア、お願いできる？うん、開け。コマ、喜ぶのはまだ早いぞ。目的地はもっと先なんだろ。そうね、最深部にある制御室に行けばフェルスガラクセンの状態もわかるはず。最深部にある制御室だね。よし、じゃあ進もう。みんな、未踏の地、フェレスガラクセ、噂にたがわぬ場所だな。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。不思議な感じ。一体何が？師匠、この材料なんですけど、結構珍しそうじゃないですか？どれどれ、開けごま、確かにかなりのレア物ね。さすが。リクスさんの手品ってどういう仕組みなんですか？もちろん秘密さ。種も仕掛けもあるけどね。中身は何だ？開けごま、開けごま。開けごま。ルルアちゃん、ルルアちゃん、はい、パイ。中身は何だ？食べたい。開けごま。
開けごま。資格はない。中身はなんだ。開けごま。開けごま。俺の怒りは輝いてるな。怒りを武器にするなんて。中身はなんだ。ニコさんってほんと変わってますよね。何？ルルアちゃんとならどこまでも行っちゃうよ。中身はなんだ。おい、油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだから。みんな、いい？採取は慎重かつ大胆に。ね。中身はなんだ？ニコさんってあんまり海賊っぽくないですよね。そうか？日焼けといい筋肉といい、どう見ても海賊だろ。室はもうすぐよ。急ぎましょう。うん。あれ？扉がもう一つ。でも大丈夫だよね、スティア。この扉だってパーソナルキーを使えば。いいえ。この扉はパーソナルキーじゃ開かない。というか、開ける方法がないわ。開ける方法がない？どういうこと？この扉はフェルスガラクセンの権限の外にある非常用の扉なの。どうして閉まってるかわからないけど、最上級オペレーターじゃなきゃ開けられない。何？だが制御室はこの先なんだろう。ならその最上級オペレーターとやらを。うん、それも無理。
だって最上級オペレーターはシャルムはエヒトガラクセンの崩壊とともにもう。なんですって？それじゃあ制御室には。ええ、誰もたどり着けない。そんな、ううん、そんなことない。最初の扉みたいにこの扉だって壊しちゃえば。いえ、強引に壊すわけにはいかないわ。この扉は非常用だからとても頑丈に作られてるの。それだけの衝撃を与えたらフェルスガラクセン自体が持たないわ。え、ここまで来て、じゃあどうすれば。フェルスガラクセンが倒れるのを、アーケリスが大変なことになるのを、黙って見てるしかないの。本当にどうしようもないの。おうおうおう、沈んでいるなお前たち。マーナ、ちょっとマーナちゃん、もうまた一人でこんなところに。まあまあ許せエーファ、これもアーキュリスのためなのだから。アーキュリスのため、どういうことだ。うん、そんなの決まってるだろ。その扉を開ける方法を教えてやると言ってるんだ。え、マーナちゃん、どうしてそんなことを。詮索している場合じゃないだろ。ルルア、これを。これはレシピ、オーソライズキー。ああ、とりあえずそれを作ってきてくれ。あ、そうだ、必要な材料は夜の領域とホムラの領域で取れるからな。何なんだ一体この話、本当に信じていいのか。大丈夫だよ、きっとマーナちゃんは嘘をつく子じゃないから。そうだよね、それに他の方法もないし、今はマーナにかけてみるしかないよ。それにしても領域か、懐かしいわね。あら、スティアちゃん、領域のことを知ってるの。え、私は知らないんですけど。師匠、教えてくださいよ。はいはい、領域っていうのは普通では考えられないような特異な場所のことよ。夜の領域はアーランドの近くにある場所ね。いつも夜みたいに真っ暗で視界が悪いところなので、ホムラの領域はアーキリス地方にあるわ。溶岩が煮えたぎってるとっても暑い場所。どっちも強力な魔物が住んでる危険な場所よ。行くなら相応の覚悟はいるでしょうね。そんなことになっているの。領域はもっと。どうしたのスティア。いえ、なんでもないわ。もしかしてエヒトガラクセが壊れたせい。ん、まあどれだけ危ない場所でも私たちならなんとかなるなるでしょ。お気楽なのは相変わらずだな。まあ、魔物なら僕がいくらでも切り伏せてやる。うん、私も頑張って倒しちゃうよ。だからね、ルルアちゃん。
オートもよ。じゃあそうだな、まずはホムラの領域に行ってみようか。アーキュリスとスティアのために頑張ろうね、みんな。補充完了です。行き先はっと。よいしょ。次はお洗濯をして、その後はエヴァ。あ、ルルアちゃん、いらっしゃい。すっかり元気になったみたいだね。よかったよかった。ちゃんのルルルカレーとっても美味しかったからね。あのカレーを食べたらいろいろ吹っ切れちゃった。そっかそっか。じゃあこれからも、うん、このアルムスター育児院で暮らすつもりだよ。私の本当の家族はここのみんなだからね。そっかそっか。それがエーパらしいかもね。うん。それとね、ルルアちゃん、私改めて思ったんだけど、やっぱりルルアちゃんのことが大好き。だからこれからもよろしくね。そんなに面と向かって好きって言われるとちょっと恥ずかしいけど、私も大好きだよエーファ。こちらこそよろしくね。ヒューヒュー、大好きだって。熱々カップルだ。もっともっとからかってやれ。にゃははは。あ、こら、そんなこと言うともうカレー作ってあげないぞ。それは困る。逃げろや逃げろ逃げろ。くそ、作戦失敗か。覚えてろよ二人とも。まったくやんちゃなんだから。え、そうだね。とってもにぎやかで楽しくて、みんな大好き。行き先はっと。しゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。こういう場所では昼寝をするのがマナーなのさ。えい。えい。注意注意、これは毒。間違っても口に入れちゃダメだからね。これは調合に控えろ。何の材料になるか調べないと。
立ちそうだね。どんなものが作れるかな。おいしょ。燃料、燃料。引火しないように気をつけないと。おいしょ。暗くなっちゃった。開けごま。アトリエに戻った方がいいかもね。調合に一味加える材料だね。はてさてどう使おうか。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。できそうな予感。何が釣れるかな。やった。何が釣れるかな。やり。材料だね。苦くない薬もあるのかな。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。中身はなんだ。はっ。はい。宝石か。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。粘土はこねて丸くしてっと。こうした方が運びやすいの。一気に行こう。出るよ。ボコボコっていうのが楽しいよね。
さあ、どこに向かうんだい？やっぱりこれは機械が完全に暴走してる。この温度じゃ人間は、しかもこの先はもっと高温になってるみたい。ルルア、対策なしにこの先に進むのは危険だわ。の材料はここに。お？どうしたの、ルルアちゃん。もしかしてリドルが光った？うん、多分これは暑さをしのぐ道具の作り方。どう、さすがリドルだぜ。ちょうどいいじゃねえか。え、そうね。ルルア、リドルの解読をお願いできる？もちろんだよ。私に任せといて。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。あ、降りてきた。カレーの神が降りてきた。よし、こうしちゃいられない。早速作ってみないと。カレー、カレー。補充完了です。何が出るかな。出るかな。あ、新しい文章。よいしょっと。ここはこう。あ、これでバッチリ。これで解読も一段落。暑さをしのぐ道具作れそうだね。よし、パパッと作って穂村の領域にリベンジといきますか。
ーって、どこに行こうかな。あれ、リーザ姉がため息なんて珍しいね。どうしたの？あら、ルルアちゃん。ルルアちゃんになら話してもいいか。あのね、私悩んでることがあって、その大食いのことなんだけどね。え、リーザ姉そこ気にしてたの？あ、うん、実はそうなんだ。私がここで働いてるのって、働きながら家事を学べってお父様に言われたからなんだけど、そこにはもう一つ意味があって、食べ物に囲まれた環境で大食いを治せっていう。ああ、まあお父様に大食いって思われてるのは別にいいの。問題はレフレの方でね。最近あの子、私と一緒にご飯を食べてくれないのよ。こないだルルアちゃんが来た時もね。あ、多分あれも大食いが原因なんじゃないかって。私が大食いなのが恥ずかしくて。リーザ姉、お願いルルアちゃん、私食べる量を減らしたいの。大食いを治す方法、何か心当たりないかな。そうだな。あ、一つ思いついた。美味しくない食べ物を食べてみるのはどう？そしたらショックで食べる量も減るかも。なるほど。確かに今まで食べ物を美味しくないって思ったことないな。じゃあなおさら試してみようよ。美味しくなさそうな食材持ってくるからさ。美味しくなさそうな、でもこれも大食いを治すため。ルルアちゃん、よろしくお願いします。うん、任せてよ。じゃあ覚悟して待っててね。これでいいかな。リーザね、美味しくなさそうな食材持ってきたよ。ありがとう、ルルアちゃん。これが、そうなのね。うん、ちなみにちょっとだけ味見したんだけど、すごかったよ。そんなに？これは、期待ができそうね。うん、きっとこれを食べれば、ショックでリーザ姉の大食いも治るはず。それでは一思いにどうぞ。うん、いただきます。ん？あれ、普通に美味しいけど。嘘だ。一口ちょうだい。美味しくない。え、そうかしら。食
とっても美味しいわよ、これ。いくらでも食べられちゃいそう。そんなまさかティーザネーってどんなものでも美味しく食べられちゃう人？そうなのかしら。ねえねえ、ルルアちゃん、おかわりはないの？ダメだ、ティーザネーの大食いは私じゃどうすることもできない。乾杯。乾杯だよ。あれ、ルルアちゃん、ルルアちゃん、どうして帰るの？ねえ。無力、私は無力。ブツ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 。よし、出かけよう。何を作ろうかな。よし、できた。ヌシカレー。ヌシカレー。ヌシって魚のヌシだよね。うん、そうだよ。ヌシを型崩れしないように丁寧に煮込んで、抽出した良質なエキスで味を整えて、最後に素揚げすることで旨味をギュッと閉じ込めたヌシを豪快にトッピング。まさにヌシを1から10まで堪能できるカレー。我ながらすごいものを作り出しちゃったね。確かに、ちょっと、だいぶびっくりしたかも。まあ、見た目はちょっと、あれだけど、味はとっても美味しいよ。食物連鎖の頂点に位置する大自然の味、ぜひ味わってみてよね、エーファ。そのうち、そのうちね。何を作ろうかな。レベルアップ。よし、できた。ルルア君、君に告げることがある。え、どうしたんですか？なんか変な言い方ですけど。どうやら君は完全に私を超えたようだ。もう十分に立派な錬金術師と言えるだろう。だから君は免許皆伝だ。さあ、広い世界に旅立つがいい。何をおっしゃってるんですか？冷静なツッコミはありがとう。まあ、今言った通りよ。ルルアちゃん、もう私より錬金術うまいわよ。だから私から教えられることはもうないってわけ。ふーんって免許皆伝をふーんって。いや、だって何も変わらないですよね。免許皆伝だろうと師匠は師匠だし。これからも困ったら頼っちゃいますよ。師匠。ルルアちゃん、まったくもう可愛い弟子だこと。あー、でもね、これからは今まで通り付きっきりでってのは難しいかも。え、どうしてですか？あの
のね、また各地を旅しようと思ってるの。お姉ちゃんと錬金術を広めるために。だからルルアちゃんとはずっと一緒にってわけにはいかなくなっちゃう。そっか。でもそれなら私は師匠を応援します。だって一人前の錬金術師を育てること、それが師匠の夢ですもんね。いろんな場所に行ってじゃんじゃか錬金術師を育てちゃってください。ありがとう。あなたにそう言ってもらえると勇気が出るわ。何せあなたは私の夢を叶えてくれた第一号だからね。師匠のおかげですよ。まったく本当にいい弟子なんだから涙出てきちゃったわ。ルルアちゃん、あなたは私の自慢だわ。だからこれからもどんどん前に進み続けてね。期待してるわよ、私の一番弟子。張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。さてと、この道具を使えば。おお、涼しい。あとまではいかねえが、だいぶマシになったな。そうね、これなら先に進んでも大丈夫なはず。おー、ルルアちゃん偉い偉い、よく頑張ったね。ありがとうお母さん。改めて見るとここ変わった場所だね。あれ、機械の残骸？ええ、そうみたい。でもおかしいわね。確かここには例の管理装置が。管理装置？あ、ごめんなさい、気にしないで。大昔の話だから。さあ進みましょう。暑さ対策をしたとはいえ、立ち止まっていたら体力を消耗してしまうわ。うん、そうだね。じゃあオーソライズキーの材料を探しに行こう。はあ、暑いよ。錬金術でどうにかならないかな。作れるかな。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないといい。中身は何だ。
をつけないと。これでどうだ。こういさ、火薬はエーパが詳しいんだよね。後でいろいろ解読できそうな予感。せーの、調合に一味加える材料だね。さてさて、どう使おうか。せーの、せーの、油断するなよ。いつ魔物が出るかわかんないんだからな。へっ、なるほど。さて、どこを進もうか。ルルアちゃん、決めてちょうだいな。
止めたい。ダブ、行こうよ。珍しそうだけど。ああ、あれは灼炎鉱ね。内部に莫大な熱量を秘めた珍しい鉱石よ。灼炎鉱って、それオーソライズキーの材料じゃない。思ったより早く見つかったね。それじゃあ早速。ルル、危ない。あ、お、ルルアちゃん、一、二、すごい数ね。一旦引きましょう、ルルア。ううん、引くわけにはいかないよ。全部倒す。全部倒して灼炎鉱を手に入れるんだから。アーキリスト、スティアのために。ルルは、よし、よく言った。そういうことなら一丁始めようじゃねえか。うん、私も頑張って戦うよ。だってルルアちゃんのお母さんだからね。ニコさん、お母さん、よし、それじゃあ行くよ。さあ行くぞ。再現などない。よし、勝った。はあ、やった、灼炎鉱ゲット。これでオーソライズキー作りも一歩前進だね。誰だと思っている。ちょうどよかった。マーナ、ちょっと聞きたいんだけど、このホムラの領域はもともと地方一帯の温度管理を担っていた施設よね。それが今じゃこのアリ様、一体何があったの？もしかして。お察しの通り、エヒトガラクセンが原因だ。ちょっと置いてかないで。二人とも何の話をしているの？悪い、順を追って話すとしよう。ずっと昔の話だ。
この地方では機械文明がとても栄えていてな。人々の暮らしを豊かにするべく様々な機械が作られた。領域はもともと機械を置く施設があった地。ここはアーランド地方一帯の気温を制御していた。地方一帯の気温を？いやいや、いくら機械ったってそんなことできるわけ。できたんだよ。昔の機械技術は今とは比べ物にならないほど発達していたからな。マジかよ。おお、マジだぞ。まあ今となっては全て過去の話だがな。おっと、少し話しすぎたか。いざという時は助けようと思ったが急だったな。次は夜の領域だろ。あそこも手ごわいぞ。気をつけろよルルア。じゃあな。あ、行っちゃうの？もうまあなったら。それにしても機械がそんなに発達してたなんて、昔ってすごかったんだね。が発展したのも機械の残骸を見つけたのが理由だしね。あんまり研究は進んでないけど、もしかすると錬金術と同じくらい。でも失われた技術には何の意味もないわ。現に今の私は無力な存在だもの。過去にどれだけ栄えていたとしても大事なのは今この瞬間だから、みんな改めてお願いよ。私に力を貸してちょうだい。フェルスガラクセンの倒壊を防ぐために。もちろんだよ。スティアのためなら全力で頑張る。だから私を信じてね。ええ、そうよね。ルルアならそう言ってくれるって信じてた。ありがとう。さあそろそろ行きましょうか。だな。次は夜の領域だっけか。よっしゃ、気合入れていくぜ。おー